こちらも昨日の閉会中審査のテーマの一つでしたけれども、少しこの日本問題はややこしいんで整理しましょうか。そうですね、まず去年の7月ですけども、はい、まあ、南スーダンに PKO が行っていて、まあ、その首都のジュバというところでですね、まあ、大規模な武力衝突が発生しているわけですね、はい、でその7月のこの武力衝突に関する、まあ、日報というのがあるわけですね、はい、それでまあそれが情報開示請求されたと、ところが開示請求に対して防衛省が日報は陸上自衛隊の中で廃棄したと、いうことで開示しなかったわけですね、もしくはもうこう廃棄したと党の時は言ってると、はい、そこで、稲田大臣が、まあ、日報の再調査 をすると、これ指示したわけですね、指示したわけですね、その時は指示してます、はい、すると今年の入ってですね、まあ、2月7日ですけれども、防衛省が、まあ、倒幕内で日報が保管されていたと発表して、まあ、この一部を公表したと、はい、つまりこの時点で廃棄してたっていうのは、まあ、嘘でしたと、実は保管してましたと、はい、いう話までは流れてきて、その後ですね、一部公表されたんですよね。公表されてます、でその後陸上自衛隊でも実は日報の個人のデータ、として、まあ、見つかってだという話があってですね、これがまあ隊員の個人のやつですね、それで2月15日にその防衛の次官と、はい、それから陸上幕僚長、はい、らが個人データのため公表する必要はないと判断して、稲田氏との打ち合わせで、稲田氏にもこれを伝えて、まあ、稲田氏が了承したとされる、日報問題ですね。これだけど稲田さんはここで私は了承したわけではないと、そういうことですね、これを否定してるわけですね、否定してるわけですね、はい、で一体誰がどう嘘言ってんだって話になっちゃったわけですよね。そうなんですよ、だから昨日のね国会でもそのまず稲田氏が隠蔽したのか、隠蔽を了承したのかということと、これ個人データだから、はい、そもそも防衛省なり、陸上自衛隊の方からですね、ちゃんと伝えなかったのか、うん、これも真実がよく分かってないわけですね、はい、で今どういう対立になっているかというと、まあ、陸上自衛隊側は日報データがこう残っていて、稲田大臣に報告したという話なんですけども、じゃあ稲田大臣自身は何て言ってるかというと、このまさに2月15日ですね、岡部陸上幕僚長と確かに協議はしたけども、うん、一貫して日報を公表すべきだという立場で指示して、幕僚幹部にあった日報は公表したと、うん、だから、個人データについては知らぬということだと思いますけどもね、はい、そういうことを言ってるってことですね。つまり自分が、あるものは全部公表すべきだっていう立場にいるんだから、隠蔽に加担するわけはないっていうのは稲田さんの主張なんですよ。そうですね、これはね一貫して言ってるんですよね、稲田さんはずっと言ってますね、ということはですね、じゃあ稲田さんに報告して、報告したんだっていうその報告がどういう報告だったかということですよね。そこのね、この詳細なやり取り、それが明らかになってないわけですね、はい、で陸上自衛隊側は隊員の個人データであっても、個人的な記録ですね、はい、それが非常に重要な文書だと、うん、この時点では認識していたから稲田大臣に伝えたと、いやいやそんなことはおそらく聞いてないっていう話だと思うんです、はい、これまた平行線のままですね。これだから陸自は自分たちがその隠蔽したっていうふうに言われるのが嫌だから稲田さんに言ったんだって言ってんだっていう話にもまた出てきちゃって、この辺から非常にその なんて言いますか、稲田さんに対するですね、この働きかけっていうのが非常に政治的な働きかけになってるんじゃないかっていう、そういう動きも出てきてるんですよね。そうですね、まあ、だからこれじゃあどうすればいいのかっていうと、今特別防衛監察っていうですね、いわゆる実態調査を実際してるわけですよね、はい、でもともとこれ防衛大臣は対象になってなかったけども、さすがにやっぱり稲田大臣も、まあ、もしかしたら知ってるっていうことになりますから、はい、まあ、彼女もいわゆるヒアリングの対象になっていると、でその中身がまあ州内にも発表されるわけですけども、はい、まあ、そこで、本当のこと、どこまで明らかになるか、どうかによって、まあ、稲田氏の責任問題というのも変わってくるんだと思いますね。